CC の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 CC の代表の篠崎です。はい、9月17日火曜日、今どこかというと静岡県掛川市です。掛川パーキングにいます。中に入ったらオッケー牧場っていう食べ物を食べるところがありました。びっくりしました。ガッツかと思いました。まあ、なぜここに私がいるかというと、またまた京都へ向かっています。何のために向かっているかというと、メイン取引メーカーであります中野製薬様60周年記念パーティーの方に参加させていただこうと思っております。中野製薬様60周年、おめでとうございます。中野幸太郎社長はじめ社員の皆様、非常にお世話になっております。これからもよろしくお願いいたします。せっかく京都に行くので、僕にはもう一つ目的があります。それは何かと言いますと、僕が大好きだったおじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんは僕が30歳の時に天国に行ったんですが、おばあちゃんは昨年100歳、101歳になる年で天国に旅立っていって、今年ですね、アラボンだったんですよ。でじいちゃんばあちゃんのお墓のに行き、お寺に行き、アラボンの法要を受けてきたんですけれども、その時に天井にですね、総本山妙心寺っていうなんか症状みたいなのがあったんですね。で何かなと、まあ思っていたんですけども、うちのじいちゃんばあちゃんのお寺はですね、臨済宗という宗派のお寺なんですね。そこの総本山が妙心寺というお寺らしいです。でなんとなく気になって、ちょっと行ってみようかななんていうふうに思ったんですね。でなぜかっていうと、まあ僕は3年前に父を亡くしてるんですけど、父方の方は真言宗っていう宗派なんですよ。でじいちゃんばあちゃんが臨済宗という宗派で、なぜか今私たちがいる家はですね、天台宗っていう宗派なんですね。まあ、家庭事情とかもいろいろあるんで、あまり深く探らないでください。実は昨年ですね、真言宗の総本山というところにも行ったんですよね。で今年は妙心寺に行ってみようということで向かっております。おばあちゃんについてなんですけども、これはですね、ただものではないです。なぜかと言いますと、まあ、元美容師なんですね。おばあちゃんが生まれたのは1917年、大正6年です。15、6歳で渋谷の美容室に、まあ、なんていうんですかね、こう昔で言うと、もうデッチ奉公っていうんですかね、そういう感じで美容師生活をスタートしたらしいです。で僕が聞いた話ですけどね、あの山野愛子さんの直接のこう着物の教室に行ったとか、その時に山野愛子さんはまだ子供が小さくて子供抱っこしただとか、まあ、そういう話も聞いたりとか、僕が一番びっくりしたのはですね、日劇、詳しい情報が知ってる方はですね、調べていただきたいんですけども、日劇っていうのが有楽町かどうかにあって、そこのですね、ヘアメイクをする美容室にいたということなんですね。でそれはね、まあそんなことあるかいやって思ったんですけど、実はですね、当時なのに、もうすごい昔なのにですね、名刺を持っていたんですよ、おばあちゃんが。その名刺にちゃんと写真入りの名刺で、名前は覚えてないですよ、なんとか美容室、レート美容室とか、なんかちょっとね覚えてないんですね。日劇のヘアメイクを専用にする美容室らしいです。そこでまあお勤めになっていたと。さらにですね、ハチ公に餌をあげたわけだ。細かいやって思ったわけですね。で昔調べたことがあって、ハチ公っていうのはですね、1935年、昭和10年にお亡くなりになってるんですよね、ハチ公は。でなぜ有名になったかというと、まあ、渋谷駅で大学の教授が飼っていた犬なんですけども、その教授が急死をして、帰ってこないのに渋谷の駅で主人の帰りを持ってる悲しい犬がいるということで、まあ、当時から有名だったと。そういうことで、まあ、餌をあげる人がいっぱいいたということなんですね。これを見てるとですね、1935年ハチ公が亡くなった時っていうのは、うちのおばあちゃん17歳なんですね。で15、6歳から、まあ、渋谷近辺で熱暴行していたってことを考えると、タイムライン的にはちょうどぴったりの頃で、ハチ公が亡くなるまでの数年間みたいのに遭遇していたですね、戦前の。すごいなと思ってですね、僕らが小さい頃はじいちゃんばあちゃんは引退していたんですけれども、まあ、妹の髪の毛をパパパって三つ編みにしたりとかっていうのはおばあちゃんちょくちょくやっていたので、当時は何とも思ってなかったですけど、今考えるとすごいなーっていうふうにね、今思いますよね。まあそんな大好きなおばあちゃんが眠るお寺
臨済宗の総本山、そちらに向かっていきたいと思います。お付き合いをよろしくお願いいたします。では一旦失礼します。